フランツ・スカルビナは、ドイツの画家、版画家、イラストレーターである。ドイツにおける印象派の画家の一人である。ベルリンで生まれた。父親は元クロアチアのザグレーブ出身の近在育職人であった。1865年から1869年の間、ベルリンの美術アカデミーで学んだ後、ベルリンの高級軍人、セドルニツキー伯爵の娘たちの家庭教師を2年ほどした。 その後、ドレスデン、ウィーン、ベネツヤ、ミュンヘン、ニュルンベルク、メラーノなどを旅した。1877年に、オランダ、ベルギー、フランスに修行に出て、パリに長く滞在し、印象派の画家たちから影響を受け、街の風景や、劇場や海岸で楽しむ人々を描いた。百七十八年に、ベルリンの美術アカデミーの助教授になり、百八十一年から、 ベルリン工芸美術館の美術学校で教えた。1882年から再びパリに出て、1883年からサロンドパリに出展をした。1885年頃は北、フランスやベルギー、オランダを訪れ、最も精力的に作品を制作した。1888年にベルリン美術アカデミーの教授になるが、1893年に アカデミーの会長の保守的なアントン・フォンベルナーと対立して教授を辞めた。1892年にマックス・リーバーマンと共に保守的なベルリンの展覧会に反対する美術家グループフェアニガングでアクシーのメンバーに加わった。1893年にも北、フランス、オランダを旅した。 1895年に創刊された新しい美術を紹介する美術雑誌パンの監修委員会のメンバーになった。1898年にベルリン分離派の創立メンバーとなった。1898年からチョコレート会社の経営者ルートビヒ・シュトルベルクの依頼で風景画カードのための風景画の応募作品の審査をエミール・デ・プラーラと言った。ありがとうございます。